デバスターレビュー、ついに開始だ動画をご覧の皆さん、こんにちは、オータオハです。ついに来ましたね。一週間かけてレビューします。今週レビューするのは、これだハズブロトランスフォーマー、コンバイナーウォース、デバスターですこの動画の一つ前で、 僕がこのデバスターへの熱い思いを語ってるんで、もしまだ見てない方、ぜひ購入報告の動画を合わせてみてください。僕はこのデバスターもう一つ買ったんで、そっちの方のデバスターとも合わせてレビューしていきます。というわけでこの一つの箱の中に、ボイジャークラスのトランスフォーマーが6体入っています。かなりのボリュームなんで、この箱の大きさ、みんな気になりますよね。<laughs> 結構でかいんですよ。まずこれが、ファイティングアクションロボ、キングシュリケンジン。ちょっと大きめの食眼の箱ですね。 こんなもんです。それからガンプラのハイグレードのガンダムの箱がこのくらいです。あとは、この間発売されたユナイトウォーリアーズのスペリオン。この箱も結構大きかったんですけど、うん、これと比べて一回りくらい大きさが違いますね。じゃん。背面はこのようになっています。ビルドロンのメンバーは6人で構成されていて、ホック、ロングハウル、スカベンジャー、ボーンクラッシャーにスクラッパー。 そしてこの6人全員が合体して誕生するのがこのデバスターです。まあね、この健康に悪そうなこの緑色にアクセントカラーの紫で、まあトランスフォーマーそんなにわからない人でもこのロボットは多分知ってると思うんですよね。パッケージの中身です。各メンバーがビークルモードで入っています。それからキャラクターカードが入っています。さあ、というわけで今日紹介するのはこれだホックです おー <laughs> 懐かしのこの色ですよ。体に悪そうなこの蛍光グリーンにアクセントカラーの紫。もうデバスターと言ったらこのカラーリングですよね。そしてここにはデストロンのマークがあります。これデバスター豆知識なんですけど、ビルドロンのメンバー6人いて、唯一彼だけが海外版と日本版の名前があるんです。海外での正式名称はホックと言います。で、日本の戦い超ロボット生命体トランスフォーマーでは彼はグレンと言います。 僕の中ではグレーンでもう定着してるんですよね。だからレビュー中興奮して、まあ、今日はホックで統一しようと思うんですけど、グレーンって言っちゃうかもしれないですね。うん。これが21世紀の2015年のデバスターか。いやー、30年か。改めてすごいですよね。ホックはクレーン車なので、このようにクレーンが稼働します。これ個人的に残念なのはここ伸びません。 うん。角度的にはここまで曲がります。後ろから見るとこんな感じです。ちょっといろいろ大きさ比較してみましょう。マスターピースの、まあ、いわゆるカーロボの標準サイズのランボル。これちょっと用意しました。ご覧ください。結構いいサイズ感なんですよね。次はこれがデラックスクラスのコンバイナーウォーズ。メナゾールのドラッグストライプです。それからリーダークラスのレジェンズシリーズのメガトロン。 今、アマゾンとかで結構在庫潤沢にあると思うんですけども、まあ、このユナイトウォーリアーズのデバスターが発売される頃には、結構需要が高まると思うんで、もし欲しいなと思っている方は、急いだ方がいいと思いますね。うん。やっぱ当然ながらリーダークラスの方が一回りでかいですね。ちょっとこれ、近日レビューします。それから、ついこの間 <laughs>、レビューが完走した TFC トイズのドクタークランク。このカラーリング含めて違いが面白いですね。 まあどっちかというと、デバスターの色はこっちですよね。うん。こっちはちょっと色が濃いですね。さあ、最後の比較はこれ。サンディエゴコミコン。2015年限定のデバスター。まあ、こっちは略して、コミコンデバスター。うん。やっぱ、基本的には同じだ。成型色も同じかなで、こうやって見るとちょっとわかるんですけども、ご覧ください。こっちにはこういった、これがステッカーになっていて、ここにシルバーの塗装が。 あります。あとはタイヤのホイールも塗装されてますね。あとはなんと言ってもここですね。あとでゆっくりお見せするんですけども、このコミコン版は一部メッキ処理が施されています。<laughs> っていうかこれ顔に今見えた <laughs>。さあ、それでは今日の一番のハイライト、ホックをロボットに変形させます。もうトランスフォームって元気よく言っていいんだね。それでは行きます。トランスフォーム よしじっくりやりますまずは、これが腕になります。これを、外側に開きます。ここがヒンジになってます。これを下ろします。ちょっと横から見てみましょう。ここが、このようになっています。ここで腕が曲がるわけですね。そしてここから、拳を出します。おー、いいねー。クリッキー。反対側も同様です。次は、ここを展開します。 ここね、ロックがあって、このように外してあげて、これつま先です。こういう風うになってます。さあ、次は、ここを左右で分割します。ピンがここにあるんですよ。で、これ気をつけてほしいのが、うん、これで分割されたんですけど、ここ、すごいパーツが薄いんですよね。だから、 今みたいにこう分割させるときにグイグイやると、このピンが折れちゃうというか折れそうですよね。気をつけてください。こうやって分割させて、今度はこのパーツを分離させるんですけども、こう、ちょっと押してあげると、ピンが外れます。そしたら、これを下ろします。これ中にこういうヒンジが入っています。そしたら、ここを見ててください。このように噛み合います。そしたら、これを下ろします。 これで脚部の完成です。反対側もやってみます。ピンを外して、下に下ろして、ここをくっつけて、このピンを中にしまいます。次は背面。このブロックがこっちにスライドします。ちょっとこっちから見てみましょう。こうです。そしたら最後にこのブロックが、このヒンジで繋がっています。これを下に下ろして、 最後、頭部を反転させれば、完成ホックロボモードです <music> おお<ー笑>これはね、これはホックですよ最高この上半身見てくださいあの劇中のホックのあの顔ですいや、いいこれ この全体がいわゆるライムグリーンで、このボディの中心が紫っていう。で、あとはゴールドや赤、ブラックでペイントが施されています。そしてここにはデストロンのマーク。背面はこのようになっています。ちなみにホックはこのクレーンで全体を支えています。これないと、後ろにこけちゃいます。さあ、それでは可動範囲見ていきましょう。頭部はボールジョイントでグリグリ稼働します。腕の付け根はこんな感じです。 お、結構肉抜き穴目立ちますね。この細い軸を使って腕が稼働します。あとは根元に軸があって、ここでロール稼働します。うん、ちょっとポーズの取らせ方次第ではちょっと貧弱に感じるんですけども、うん、上手に動かしてあげればそんなに目立ちません。それから足。膝はこのぐらい稼働します。そして足首。これは内側にも稼働します。 この脚部も肉抜きやな、ちょっと目指しますね。うん、やっぱこの辺は近年のトランスフォーマーっていう感じしますね。足を大きく開いても、つま先がこのように設置します。これいいですね。ロボットモード時の大きさは18.5センチといったところです。さあ、というわけで大きさ比較いきましょう。まずはランボル。ご覧ください。<laughs> いい身長差ですよね。次はデラックスクラスのコンバイナーウォーズ。ドラッグストライプです。 さあ次はメガトロン。おお、<laughs> これも大きさいいですね。さあそれからドクタークランク。こっちのドクタークランクもボイジャークラスなんですけども、まあちょっと大きさに開きがありますね。こっちの方が通身高いです。さあ最後はコミコン版ホック。ちょっと見てみましょう。せーの。じゃん。ご覧ください。このメッキが鮮やかですね。ここシルバーのペイントが追加されてますね。こっちはないです。 あとは細かいんですけど、ここに黒い塗装が施されています。あとはこの部分ですね。あとは脚部のこの部分ですね。水色の塗装が追加されています。個人的にはやっぱ両方捨てがたいです。こっちもなんかアニメっぽくていいし、こっちは塗装が追加されてたり、メッキが鮮やかで、より豪華な雰囲気を醸し出しています。トランスフォーム <laughs> さあ、それではもう一段の変形。このホックはデバスターの胸。 および、頭部にトランスフォームします。これもじっくりやるんで、見ててください。まずは、さっき展開したこの腕。これ最終的にはこの位置なんですけど、邪魔なんで、ここまで稼働させておきます。次は、この車体を、ここにピンがあって、このようになります。で、ここにもピンがあるんで、これを取り外して、このように稼働させます。ちなみに、ここのピンが、 すごい硬かったんですよ。だから僕はここを削りました。この片側だけを削って、いい感じの渋みに調整しました。で、こことこのジョイントを使って、くっつけます。そしたらこれ、さっきやったやつですね。ちょっとこっちに稼働させます。こうですね。さあ次は合体ジョイント展開しましょう。左腕のジョイント。ジョイントはこういう風になってます。で、反対側は、 ここにヒンジがありますね。そうです。ここにあります。そして、これが胴体のジョイントですね。こういう風になっています。そして、反対側はなんとここ。ロボモードの胴体のここが合体ジョイントです。そしたらさっき言っていたように、腕をこの位置にします。さあ、そしたら最後、頭部はこの中に入っています。そして、ここで止めます。 これで完了です。ご覧ください、この頭部。ちなみに胴体の接続は、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、ここを合体させます。がっちりですね。そして、コミコン版デバスターの頭部は、このようになっています。ご覧ください。両目があります。両方見比べると面白いですね。 <laughs> こっちを買おうと思ったそのきっかけの一つのこのツインアイ。なんと国内版のユナイトウォーリアーズはこのバイザーを収納することによってこのツインアイを再現します。まあ、つまりこれアップグレードされてるんですよね。<laughs> いやー日本版すごい。トランスフォーム <laughs> というわけで今回のコンバイナーウォースデバスターの一発目、ホックのレビューいかがだったでしょうか一日一体を目標に順次レビューしていきます。 ただ投稿時間がちょっと不定期になるかもしれないんで、僕ツイッターやってるんで、もしツイッターやってる方、ぜひフォローよろしくお願いします。感想するまで、どうぞ応援よろしくお願いします。まあ、今回1回目ということで触ってみた感想は、ちょっとしたスカスカ感っていうのは気になったんですけども、この変形ギミックとか、あとは何よりこのパッと見た時のプロポーション、最高ですね。あの購入報告の時にも言ったんですけど、もうこれは本当にマスターピースの魂を引き継いでるデバスターだと思います。 いや、こんなかっこいいビルドロンが、あと5体、もう楽しみですね。今回の動画、面白かったなとか、参考になったっていう方、チャンネル登録や、高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。いやー、最高だねとか、この変形ギミックとか、プロポーションについてとか、まあ、今後いろいろなものと比較していくんですけど、あ、今度これと比較して、一緒に並べてほしいとか、たは最後まで頑張れとか、どんなことでも結構です。 みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたわでした。どけい次のレビューは、俺だめちゃうま